日本埼玉県埼玉市桜区五関五関は、埼玉県埼玉市桜区の大技。郵便番号は338-0815。埼玉市桜区西部の中世平野に位置する。地区の東側を、大久保両家や上大久保、南側を、下、大久保や上大久保、西側を、塚本や神田、北側を、宿や神田と接する。全域が市街化調整区域である。 周辺に鉄道駅もないことから農地として利用されることが多く、主要な通りに近い南部に住居が集中している。また学校用地を確保しやすかったこともあり、学校施設が集中している。荒川河川敷周辺に飛び地が複数ある。鴨川が旧入間川の流路だった頃は、現在の大久保排水路へ西に蛇行し、すぐに現在の堤防付近で東に U ターンし、 戦艦といの流れがあるあたりを流れ、対岸の現在の作田排水路方面に北上していった。また、埼玉県立浦和北高等学校周辺には、流路跡にくぼみがあり、水田として利用され、その脇に自然堤防あり、宅地として利用されている。このように宅地化があまり進んでいないことから、排水路などに王子の面影を見つけることが容易になっている。 戦艦といは、江戸期より存在した武蔵国足達軍職、田や領に属する後関村で、古くは水畑僧に属していたと言われている。持ち天神殿を八艦屋に領していた。村高は、田園墓では144国余り、元禄豪町では156国余り、天保豪町では194国余り。助ケは中仙道大宮塾に出役していた。 火星駅の世帯数は60件余り、1838年の世帯数は49件で、人口は251人で、村の規模は東西3兆余り、南北14兆4余であった2017年9月1日、現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。鉄道は付設されていない。浦和駅、 北浦和駅方面へのバス路線がある。ありがとうございます。